こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、こういう本も書いてます。日本懐かし10円ゲーム大全です。でね、今回はというとこちらのヒルクライマーを鬼畜設定にして遊んでみたいと思います。こちらね、ヒルクライマー、実はね難易度設定があるんですけど、駄菓子屋ゲーム博物館ではね、まあ初心者にも遊びやすいように一番ねこう優しい設定にしてたんですよ。で今回は動画用に一番難しい鬼畜設定にして遊んでみるっていうことですね。でね、その設定方法なんですけど、これね、こちらよく見るとここにネジが2つあるんじゃないですか。でこのネジを緩めると、このね、このゴールの板金が動いて、それでね設定ができるんですよね。でこれが一番下なんで今一番優しいと。でこれをね、まあ、どんどん上げていくと、まあ、難しくなっていくってことですね。ではね、まずはねこのネジを緩めて、このね設定をするところのね作業をしてみたいと思います。それではヒルクライマーの難易度設定の変更作業をスタートしたいと思います。でね、さっきみたいにねこのネジを緩めるとね、この板金がね上げ下げして難易度設定ができるんでね、この道具としてこのねプラスドライバー用意しましたね。このネジを緩めます。そうするとこのね板金がこうやって上げ下げできるんですね。まあ一番下だと優しくて、まあ真ん中だと中からぐらいで、一番すると、まあ、難しいってことですね。まあやっぱりね、このこっから上げるのがやっぱ、難しいんで、これをねどん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 このゴールの板金を上げていくと難しくなっていくってことですね。ね、今回はまあ激ムズであるね鬼畜設定にするんで、この一番上の位置でねネジを締めて固定してみましょう。まあ私もねこれ一番難しい設定のやったことないんで、どれぐらいね難易度が上がるか見当つかないんでね。ではね、これで設定作業完了しました。まあね、意外と簡単ですよね。ではね、鬼畜設定の状態で遊んでみたいと思います。それでは鬼畜設定のヒルクライマーを遊んでみたいと思います。私もねこの一番難しい設定のヒルクライマーは遊んだことがないんでね、どんなもんか楽しみです。それね、軍資金としてねこれ1000円用意しました。まあヒルクライマー1回30円なんで、まあ30回、まあ33回できるんでね、まあこれだけあれば、いけるかなと思うんでね。ではね、早速遊んでみましょう。どんなもんなのか。何をした。いきます。今の見ました、これ。これ。ここに上げても、ここ乗っか、一番すり切りでも乗っかんないっていうね。まあ今ちょっとこのガラスを外してやってるんで、まあホール、実は手応えですよね。ああやっぱここでガンって跳ね上げなくちゃいけないのかな。3回目か。やっぱラストはガンがないといかないから、ちょっと機械が痛みそうな5回目ぐらいかな。あダメか。でもまだここに上がったことがないんだな。
あでもよろっとよろっと来たけど戻ってきちゃったからやっぱ最後バン、うーん難しいな、さすが激ムズ設定、そう簡単には、あちょっとラストに備えてちょっとここを控えちゃったら、あダメか、なんかこう上げて上げてもよろっと戻って、これ上げっぱなしにしないといけないのかな、上げっぱなしにしてこう戻ってこないようにしないといけないのか、ラスト、あーダメか、なのかな、ああでも一応上がった上がったか、ここ入ったの初めてかな、まあね、ここに入るってことはここに入る可能性もあるってことで、ちょっとまあ見えてきたは見えてきたなんだけど、あーダメか、上がんないな、ガン、今なんかすごい飛び出しそうになっちゃった。ああ。ああ。よし。ああダメか。ラストがすごい難しい、もうこれ20回ぐらいやったかな、あーこんなことで死んじゃった、難しいな、うわー変なとこで死んだ、上がったか、うわーえらい飛び上がった、でもこんな感じで上がりましたね、うんだけど届かないか、やっぱこれこう奥に行かなくちゃいけないんだけど、やっぱその場で上がっちゃってここで上がってもここに落ちるみたいな、なんとなく見えてきたような、もう今ねガラスがないんでもうこう飛び上がりまくりましたね、あーなんか、あうわこれね軍資金の予算の33回目
990円目ですよ。33回か、難しいな、やっぱり。あーダメか。今の33回やってね、990円使ったんで残り10円となってしまいました。ちょうどねタイミングよく国取りもなっちゃいましたけど、ちょっとねもうちょっとな感じがするんで、あと1000円いっちゃいましょう。あと1000円、これであと33回ねやってみていけるかな。これ延長戦、1020円目の34回、ダメか。あーダメだ。やっぱここに乗っかっちゃうと焦ってあげたくなっちゃうんだな。あーもうちょっと、もう今のちょっとしかしたら、もうちょっとこっちに行かせてからガンで、もうそれじゃ上がんないのか。見ました、こう一回失敗してからのリカバーでのドン、これはもうね、いや嬉しかったな。もうちょっと半分諦め気味でしたけど、いや多分もう40回ぐらいやってますからね。40回ぐらい、いや嬉しいな。50点、いやでもねこれ50点は出ましたけど、いやこれはもうプライスレスですよ。ちょっとねあのさっきの1000円使ってからちょっと諦めモード、ちょっとねこうここに上がるようになったんで、まあ希望はあったんだけど、とにかく初めてなのこうチャレンジだったんでね、でもね今回鬼畜設定なんとか成功しました。いやーほんとね体が温まりましたね。最後は力でガンでいきましたしね、しかもねこう体勢崩してからのガンで、しかも最後クルクルクルって入りましたからね。いやーこれ達成感ありますね。まあねこの動画を見たね腕に自信のある YouTuber がいたらね、これ鬼畜設定ぜひチャレンジしてみてくださいね。ではね今回はねヒルクライマーの鬼畜設定にチャレンジして見事ねクリアしました。それではバイナナランナーイバ。全国のちびっこ諸君、夜遊んでもヒルクライマーだぞ。